どうも、キリ正解、まだです。おっしゃ、ゆいだ。ドワーフ来たんだろうというわけでですね、今回、まずラビデン、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、令和のミスター都市伝説、ミスター関をやります。うわよろしくお願いします。ナイスこんばんは。いやミスター関、ノルウェーの流通だ。ゼウスじゃねえか。今回の都市伝説は、ニコニコ動画が大規模なサイバー攻撃を受けて、大混乱の最中である角川グループ。実は今世界中でハッカー集団が動き出しているのね。というわけでですね、今回そのニコニコ動画について触れていきたいと思います。2024年6月、ニコニコ動画をはじめとする角川グループへサイバー攻撃がされたのよ。角川によると、6月8日の未明、グループの複数のサーバーにアクセスできない障害が発生し、データ保全のために関連するサーバーを緊急シャットダウンしたというのね。ニコニコ喜ぶなよ。そしてニコニコも同時に障害が発生し、8日午前6時から緊急メンテナンスに移行していたのよ。角川は社内で分析調査を行い、8日中にサイバー攻撃を受けた可能性が高いと判断し、9日午前の時点でニコニコサービス全般、角川オフィシャルサイト、エビデンなどに影響があったのね。で、これ我々も決して人事じゃないからね。なぜかって言ったら、角川のオフィス行ったことある。本当ですね。よかったね、気持ちよかった。爆破されたじゃねえか。また N 高等学校を運営する角川ドワンゴ学園も10日、学習アプリ N 予備校が利用できないと明らかにして、学業が受けられないような状況となってしまってるのね。現在は外部専門家や警察などの協力を経て調査を進めており、正確な影響範囲や新たな事実が判明したら改めて公表するといい、情報漏洩の有無についても調査を進めている段階なのね。そしてニコニコはチャンネル運営者に向けて、6月中旬までに予定している生放送や動画投稿の一時中止を求めるなど、復旧に時間がかかることを示しているのよ。今回の騒動によって角川グループがあるハッカー集団から攻撃を受けたというのは明らかなのね。そして今回の騒動に関係があるかはわからないけども、北朝鮮には最強のハッカー集団が存在しているのよ。核ミサイル能力の向上ばかりが注目される北朝鮮だけども、実はコンピューターハッキングでも世界有数の技術を有していることはあまり知られてないのね。タイピングできんの？テボのすぐ映る。世界から孤立した独裁国家で、経済が破綻した状態で、食料不足にあえぐ国に国家が育成するエリートハッカー集団がいるのよ。世界で最も危険な集団と欧米各国から名指しされ、 FBI の最重要指名手配リストにラザルスという名前が載ってるのね。これ本当かどうかわからないんだけど、あの2チャンネラーたちが北朝鮮の暗号を解読してミサイルの発射を阻止したっていう話があるんだよ。マジですか？もう最強の日本軍ハッカー部隊、元帥は西村博之。アフリカにいるじゃないか。日本でも2022年10月、政府がラザルスを名指しに注意を呼びかけ、同年12月には金融庁が北朝鮮に所在する集団として資産凍結の制裁対象に加える異例の措置を取ってるのよ。アメリカのハリウッドの映画スタジオへのハッキングに始まり、国際送金ネットワークから何千万ドルもの資金を盗み出し、イギリスの医療機関にウイルスを仕掛け身代金を奪い取ろうと画策したこともあるのね。北朝鮮から見ればそれは犯罪なのではなく、ゲリラ戦の一環で核開発とサイバー技術を限られた資源で自国よりもはるかに巨大な相手と対峙し、戦略的手段と位置づけてきたのよ。厳しい経済制裁下にある北朝鮮にとって、非合法な外貨獲得は自国の経済的な生き残りをかけた戦いに他ならないよね。今回の角川グループへのサイバー攻撃の真意は何であるのかは現在不明のままだけども、何か必ず裏に意図したことがあるに違いないよね。超回避した方がいいよ。それどころじゃねえだろ。取材には一切応じない、異様な雰囲気を醸し出している。私何にも知らんから、そんな関係ないっていう。命を取られてしまうと噂されている。なんで知ってんの？動画撮ったりとかできるの？